A.J. バーネット、アラン・ジェームズ・バーネット、アラン・ジェームズ・バーネット、1977年1月3日イは、アメリカ合衆国アーカンソー州リトルロック出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち。の、MLB ドラフト8巡目、全体217位で、ニューヨーク・メッツから指名を受け、プロ入り。2月にアルライターとトレードで、 フロリダ・マーリンズへ移籍。8月17日にロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビューを果たし、初勝利を記録した。5月12日のサンディエゴ・パドレス戦でノーヒットノーランを達成。9団体記録となる9死四球を出しながらのノーヒッターとなった。この時、バーネットは129球を投じたが、ストライクは半分の65球しかなかった。 この年初めて規定投球回を上回り、二桁勝利を達成した。は8月19日から9月13日までの間故障者リスト入りとなったが、12勝9敗203、脱三振、リーグ6位5完封、リーグ1位の成績を残し、ホーム戦では前後完封を記録し、被安打率、190、リーグ3位の高成績を残した。 2、4月29日の登板の後、トミー・ジョン手術を受け、その後全球。チームは、球団史上6年ぶり2回目のワールドチャンピオンとなったが、バーネットはその一員になれなかった。6月3日の登板で、メジャー復帰を果たし、7勝6敗、防御率3.68の成績を残した。は、12勝12敗、防御率3.44という成績で終えた。 5月31日のピッツバーグで行われたピッツバーグパイレーツ戦で先発した際、PNC パークのスピードガンが時速104メートル PH、約時速167キロメートルを録。これまで世界最速であったサンフランシスコジャイアンツの元守護神ロブネニア、ニューヨークヤンキースのランディ・ジョンソンの持つ時速102マイル。 約時速 164km を更新したのと騒がれた。しかし、球場関係者がスピードガンを調整したところ、時速99マイル、約時速 159km 程度に落ち着いたことや、バーネットが前回の先発予定試合を右肘の炎症で回避したことか、疑問の声が多く、世界最速新記録には認定されていない。一方で、 対戦打者のフレディ・サンチェスは、本当にあのボールの速さはこれまで体験したことのないすごいものだった。みんなは彼のスピードに回帰的だったけど、僕はあの時、本当に104マイル出ていたと信じているよと語っている。5年総額5500万ドルという契約でトロントブルージェイズに移籍。開幕を故障者リスト入りで迎え、四月十五日に故障者リストから復帰を果たし、 同日のシカゴ・ホワイトソックス戦で先発した。シーズン2試合目の登板となった4月21日のボストン・レッドソックス戦で右肩痛により長期離脱を余儀なくされる。ただし、MRI や医師の診断によると肩の異常は認められていない。2006年後半から復帰し10勝を挙げた。は DL 医療に回途したものの10勝し、 マーリンズ時代から数えて3年連続2桁勝利。脱三振数は、投球回数を初めて上回る176を記録した。7年連続で故障者リスト入りをしていたが、は、リスト入りすることなく、リーグ最多の34試合に先発。防御率は、前年より悪化したが、自己最多の18勝を挙げ、231、脱三振で、最多脱三振を獲得。 バーネットの5年契約には3年目終了時に契約を破棄して FA となる権利があるためシーズン途中にシカゴカブスやフィラデルフィアフィリーズへ移籍の噂持ったが JP リッチャー DGM が移籍を否定結局移籍せずシーズンを終えた11月4日契約に含まれていた破棄条項を行使しフリーエージェントになることが決まった FA となったバーネットをめぐっては、アトランタブレーブスが4年総額60000から6500万ドル、5年目のオプションを含めると800ドルの金額を提示したが、ヤンキースがそれを上回る金額を提示。そして、バーネットは12月18日に5年8250万ドルで、ヤンキースと合意。ヤンキース1年目は、 一度も先発を飛ばすことなく33試合に、先発し、207イニングを投げて13勝、防御率4.04を記録。6月20日のマーリンズ戦の3回に、メジャー史上39人目となる、1イニング9級で3、脱三振、イマキュレートインニングを達成。聖保守、ホルヘポサだと相性が悪く、バッテリーを組むことを拒否した。ポストシーズンでは試合に登板。 好不調の波が大きかったが、フィリーズとのワールドシリーズ第2戦で高騰するなど、9年ぶりの優勝に貢献した。和1勝15敗、防御率5.26とフルに稼働したシーズンでは、自己最悪の成績となった。9月には、右目の周りに大きなあざを作って球場に現れ、様々な憶測を呼んだ。シーズンの不調から、地区シリーズでは、先発を外れたが、 テキサスレンジャーズとのリーグ優勝決定戦の第4戦に登板、しかし6回後失点で負け投手となった。も先発ローテーションを守ったが、11勝11敗、防御率5.15と成績を伸ばすことはできなかった。地区シリーズの第4戦のデトロイトタイガース戦では、他の先発陣がのきなみ乱調の中、6回途中1、失点と勝利に貢献したが、 結局チームは2勝3敗でシリーズを敗退した。ヤンキースでの3年間は99試合に登板、うち98試合に先発して34勝35敗、防御率4.79。3年間先発としてフル回転した点で、前後してヤンキースに所属しながら登板することすらままならなかった。カール・パバーノや井川慶とは異なるが、 口日のように結局年俸負担付きで放出に至ったこともあり、高額な契約には見合わないとの見方が強く、彼らと同様、近年のヤンキースが締結した FA 契約の中では代表的な失敗例として挙げられることも多い。ヤンキースとの契約期間は2年残っていたものの、チームはトレードによる放出を検討。ロサンゼルス・エンゼルスのボビー・アブレイユとのトレードは、 東海岸への居住を望む家族の意向でバーネットが拒否したが2月19日残りの契約2年3、300万ドルのうちに0ドルをヤンキース側が負担する条件のもとマイナーに選手とのトレードでパイレーツに移籍した3月1日打撃練習中にバントの自打球を方に当てて骨折開幕を故障者リストで迎え4月21日に復帰した 5月2日のセントルイスカージナルス戦では2回に3を12失点と大炎上してしまったもの、それ以外はエース格としてフル回転し、についで2番目に多い16勝を挙げた。4月17日のカージナルス戦で史上68人目、現役では4人目となる通算2000奪三振を達成。7月に故障者リスト入りしたものの30試合に先発し、 防御率は自己最高の3.30。脱三振率、K9 割リーグ1位の9.85を記録。チームの21年ぶりの勝ち越しポーストシーズン進出に貢献した。10月31日に FA となった。2月12日にフィリーズと1600万ドルの1年契約。2015年のオプション1、275万ドルトレード拒否権付きで、 合意したことが報道され、2月16日に球団が発表した。2014年5月20日、マーリンズ戦に勝利し、メジャー全30球団勝利を達成した。しかし、全体的に成績を落とし、負け数はナショナルリーグのワースト1位だった。オフに2015年の契約オプションを破棄し、FA となった。2014年11月14日に、 パイレーツと850万ドルの1年契約を結んだ。前述のようにフィリーズとの間ではより高額の契約オプション権を持っていたが、あえて年俸源で古巣を選んだ形になった。2月19日、2015年シーズン限りで現役を引退する意向を表明した。同年7月6日、自身初のオールスターゲームに選出された。最多脱三振。 2008年、最高脱産進率、K、9、2008年、2013年、最多よし9、2009年、最多冒頭、2009年、2011年、最多よし9、2010年を相次いで記録していることが、示すように、請求難の課題を抱えつつも、空振りを奪える威力のある球種を投げ分ける。軸となる91から94マイルの速球、4シーム。 高速シンカーのほか、ナックルカーブ、チェンジアップが主な持ち玉である。スライダーのように大きく変化するカーブは44%と高い空振り率を誇り、チェンジアップで多くのゴロを奪っている。クイックが非常に苦手で、投類を許しやすい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。